はいどうもこんにちは、サスアイアンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日取り上げるニュースは共同通信と産経新聞の記事から。小泉進次郎くんのネタなんですけれどもね、最近進次郎くんって実はね、頭の方があれなんじゃないかなんてね、雰囲気がありますが、その空気にね、便乗したんでしょうかね。気軽に記事を書いたら共同通信の記者の方がその何倍もあれだったというね、笑える記事をご紹介させていただきましょう。じゃあ記事を紹介する前にですね、ちょっと進次郎くんの記者会見、こちらの方ねご覧ください。どうぞ。今ベトナムの石炭火力文案2、文案2ですね、この文案2という案件があります。でこの件に関しては実態としてどうなっているかというと、日本の商社が出資をして、そして JBIC が入り、これは結果的にプラントのメーカーとして中国のエナジーチャイナ、そしてアメリカの GE、 こういった形でなっています。私は今までこの4要件の話の中で散々聞いてきた一つのロジックというのは、日本がやらないと中国が席巻すると、そういったことも聞いてきました。しかしこの構図は、日本がお金を出して結果作っているのは中国とアメリカ、こういう実態を私はやはりおかしいと思います。こういった具体的な事例が見つかったことも一つ契機としまして、各省庁との議論、そして問題提起を引き続き行っていきたい。そしてやはり私はこれは国民の皆さんの理解、そして国際社会からの理解、この2つを考えたときにも明らかに私はその理解は得られるものではないというふうに思いますので、こういったことを問題提起を COP25 でしてきたこと、あの時にも現地でのぶら下がりで、今回 COP での調整、これは間に合わなかったけども、私の理解は各省との調整は引き続き続くと、そういう理解だと申し上げましたが、まさにこういったことも含めて議論をしていきたい。そしてより国際社会、国民の皆さんからも理解できる政策の形につなげていきたいと考えています。そして日本が石炭火力で批判で覆われている一方で、隠されているというか広く国際社会に伝えきれていない先進的な取り組みを引き続き発信をしていきたいと思います。はい、でこれに関する、この会見に関する共同通信の記事をね、これから読み上げます。見出しがですね、小泉環境省石炭火力に反対表明、ベトナム建設計画温暖化批判。はい、じゃあね本文読みますよ。小泉環境省は21日の閣議後記者会見で、三菱商事が関わるベトナムの石炭火力発電所の建設計画に反対の立場を表明した。事業を止める権限はないが、地球温暖化対策を妨げるとして問題視されていることを踏まえ、国際社会から批判を浴びながら、このような実態があるのはおかしい、国民国際社会の理解は得られないと述べた。はい、で記事の結びですね。政府は最新鋭の発電設備導入など一定の要件を満たせば、発展途上国の石炭火力発電所建設を支援する方針だが、これに一石を投じた形だ。閣内不一致との指摘が出る可能性もある。小泉氏は今後関係省庁と支援のあり方を議論したい意向も示した。おしまいと。でここでもう一つですね、同じこの会見を記事化した今度は産経新聞の記事を紹介しましょう。見出しがですね、出資は日本、建設は中国、おかしい、小泉環境省が海外支援案件に異論。では本文を読みますよ。小泉環境省が21日の記者会見で、日本企業が出資し、ベトナムの石炭火力発電所をめぐり、日本がお金を出して作るのは中国、こういう実態はおかしいと述べ、計画の見直しに向けて議論すべきだとの考えを示した。ベトナムの石油火力発電所フンアン2は三菱商事の子会社が建設を計画。小泉氏によれば、日本の国際協力銀行 JBIC が融資をするが、建設は中国や米国のプラントメーカーが行う予定という。
政府は海外での石炭火力発電所導入支援に関して平成30年の閣議決定エネルギー基本計画で相手国から我が国に効率的な石炭火力発電の要請があった場合などに限定している。小泉氏は中国企業が建設を担う風安2はこの要件に該当しないとの考えを示し、各省ともこれはおかしいかおかしくないか議論すればいいと語った。おしまいと。いやー、2市を比較するとね、違うんですよ。全然言ってることが違うんですよ。一方は CO2 を出す石炭火力そのものね、これを日本の資金で建設するのはおかしいと、そう言って政府の立場に断固反対だと。一方は日本の効率的な、高い技術力を持った石炭火力発電、これが融資条件じゃなかったの、融資条件を無視してゴーサインを出す政府に物を申すとね、全然言ってることが違うんですよ。なんだか新聞やってのは同じ情報ソースで点でバラバラなことを書いて見比べないとね、わかんないから、だからね、新聞は2紙取った方がいいですよみたいなね、読み比べましょうね。そしたら読者がね、一人の読者が2契約しますからね、発行部数が上げ上げになるみたいな風に思ってんですかね。まあね、これ冗談ですけども、もちろん会見を見ればねわかると思いますが、進次郎くんの主張は産経新聞に近いと思います。まあ笹谷に言わせれば、その産経新聞だって随分大事なところをちょろまかしてんだけどさ、産経新聞のこれ見出しね、これね、出資は日本、建設は中国、おかしいって書いてあるんですが、いや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 、建設は中国と米国ですよ。エナジーチャイナ JPEG という会社と、それから米国の代表するね、GE。この会社、二つが絡んでる案件なんですよね。なんで米国が絡んでるのを隠してるんですか、産経さん。米国への忖度ですか。でですね、ちょっと深掘りしますが、さっき出てきた日本の高度な技術力を投入した石炭火力発電。これね、IGCC って言うんですけどもね。まあちょっと小難しい単語出てきましたけれどもね、これ、日本語に直すと、石炭ガス化複合発電というね、まあ日本語に直してもさっぱりわかんないようなね、ちょっと発電方式なんですけどね、これちょっとかいつまんで説明しますけれどもね、昔の石炭火力発電というのは、これね、火鉢に石炭を入れてさ、そしてこう火をね、燃やして、あったけーねーみたいな感じでね、ここに夜間で、夜間を置いてさ、蒸気プシュッ出るじゃないの。あの蒸気でね、この蒸気タービンを発電してる、そういうような感じのものが、このね、石炭火力発電ですよ。これ昔のね、石炭火力発電ですけどね。でさ、この IGCC ってのは、都会派のハイブリッド車みたいなね、プリウスはちょっと違うかもしれないけどさ、まあまあ、石炭をね、このね、でっかいこう石炭の石みたいなのあるじゃない。あれをね、砕いて粉にしてガスにするんですよね。で、これ気体にすると、硫黄だとか NOX だとかね、毒性の強いガスをね、これをね、分離できるんですよね。硬い石炭のね、この石みたいなやつだと分離できないじゃんね。だから、ガス化して有毒物質をこう分離すると。で、その石炭成分の入ったガスで、ボーっと吹きつけて燃やして、ガスタービンをぐるぐるぐるってこと回していくんですよね。で、ガスを燃やすと当然ながら熱が出るじゃないですか。で、この熱がね、その排熱が熱いから、その排熱を今度は水にやってるでしょ。そうするとね、蒸気がシューッと出るじゃないですか。その蒸気の力を使って、もう一回ね、蒸気タービンをぐる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 ってね、僕がね、今ね、こうやってぐる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 やってますけどもね、これただ単にこうやってね、遊んでたいっていう、そういうだけじゃないんですよ。糸巻き巻きじゃないんですからね。つまり、ガスタービンで一回、蒸気タービンでもう一回ね、一つの燃料で二回、発電できるから、高効率の発電、石炭火力発電ということなんですね。まあ、なんて言えばいいのかな。この掃除機を買うと、もう一個ね、ハンディクリーナーがついてくるジャパネット高田もびっくりな石炭火力発電ということなんですよね。全然わかんない。全然わかんないね、それね。まあ、とにかく意味はわかんなくてもいいけども、この IGCC というね、日本の技術を結集したこの発電施設、石炭火力発電施設ということなんですよ。で、ちなみにそれを実用化しているのは、三菱日立パワーシステムズという会社です。でね、これ概念というかコンセプトというのはすごく楽なんだけども、実はね、かなり難しい技術らしくて、米国だとか中国はまだこれを実用化できていないらしいのよ。進次郎くんが会見で突っ込んだのはまさにここですね。中国も米国も IGCC の技術持ってないよね。CO2 も有毒ガスも削減できないような旧来技術の石炭火力発電。
それに JBIC という銀行が融資するんですか。このちなみに JBIC という銀行は政府 100% 出資の政策金融機関ですから、これイコール日本政府なんですよね。日本の技術を使わない環境汚染をするかもしれないこの発電施設に日本政府が融資するんですかって言っているんですよ。割とまともなことを言ってるんですよ、今回の進次郎君はね。で、ただ一点だけわけわかめなとこがありまして、このベトナムの発電所、三菱商事と香港の会社が折半するダイヤモンドジェネレーティングアジアっていうね、これが事業母体なんですよ。こういう会社が事業母体になってるんですね。だから、もしかしたらこの三菱商事から、三菱日立パワーシステムズになんかお願いがね、行きまして、その IGCC の技術もらえませんかだとかね、ライセンス提供してくれませんかみたいな一発逆転プランがあるかもしれません。でもそれはそれで、この IGCC の技術がね、中国だとかアメリカに技術流出する恐れもあるわけでね、本当にわけわかめなんですよね。だから政府でそこら辺ね、つまびらかに議論していこうぜっていうことなんでしょ、進次郎くん。俺さ、この前進次郎くんをケチョンケチョンにいじり倒しているんでね。で、今回は全力擁護みたいな感じで、俺ね、多分更年期紹介だと思うんだよね。まあ政治の話はぜぜひひでやっておりますので、今後もよろしくお願いいたします。では最後謎かけで締めましょう。進次郎くんの発言とかけまして、火力蒸気タービンと解きます。その心は発情してビンタヒリヒリククククク。クリステルのビンタむしろ心地いいんじゃないかと、そんな風にね勘ぐるゲスの変態野郎ささやんですが、今日も面白かったよ、楽しかったよ、ためになったよって方はですね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。